体を張るフルーツ研究家、中野瑞希です。アシスタントの宮内香織です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前回の動画で、まあ本を、はい。書いたよみたいな話をしたじゃないですか。素敵な話を聞きた、はい、今日はちょっとね、それの、はい、はい、報告というか、お話をしたいなと思ってます。はい。中野瑞希のフルーツ美味しい手帳っていう本。はい。あの、川で処方新社 から出ます7月の25日なんですよ7月25日、はい、でここにまあ,あの編集の方が、まあ、この帯書いてくれてるんですけど「はいまあ、上手な食べ方、はい、知識がギュッと山盛りと」と、うん「フルーツ探求14年の知恵」みたいなこと書いてるんですけどこの14年のフルーツ実験で、まあ、得た僕の知恵とその時その間に得た知識とかいろんなこと勉強してきたのでそれを一冊に盛り込んだ。はい おーすごいもうこれでもかっていうぐらい <laughs> コンセプトの話をするととにかくその <laughs> かゆいところに手が届くなんかあこういうこと知りたいなと思った時にちょっと探してみたいなと、はい、なスイカ何の絵が入ってんだろうとか、はい、あるやんそのこのメロンってどこに絵用意んだろうとか そういうのを調べたい時とか、はい、健康だったらどんな病気にいいんだろうとか予防効果あるんだろうとかあとはその残留農薬とか、はい、僕結構顔ごと食べるから顔食べて大丈夫なんだろうかとかさ、はい、食中毒とか大丈夫だろうとか、うん、そういうのを一冊にまとめてるよって話です、ね。栄養だとと例えばそのレモンと比べて 何個分とか、ね、ビタミン C 何個分とか食物繊維やったらレタスの葉っぱ何枚分とか,分か例えばカロリーだったら一ちのショートケーキのワン、はい、ピースについてこのフルーツは何個分とかあ,<ー>あとやったらチョコレート1枚と比べて何個分とかそんな感じで他の食品と比べてるんですよ。うん、で基本的には全部数字ちゃんと今季のよる数字でなんとなく多いようじゃなくて。はい 結構多いよって言っててあんまりないことって結構あるんですよ。まあ、適当な情報が満、うん、本当に世の中ってはびこっちゃってるんで、はい、それはちゃんと元の情報を自分で調べてない人がそういう適当な、うん、情報を発信するんですよ。ま<た>僕は論文とか公的機関の,そのデータを元に調べてるので、うん、完全に一時情報っていうんですけど一時情報から取ってるんですね。うん でしかもそれを全部引用参考文献、全部載せるから、はい、もう本の中には書ききれなくて、1ページっていう制限があったんですけどす、引用参考文献はね、僕、はい、ワードで言うともう10ページ1になっちゃったんで、<laughs> <laughs> だからまあ、本当にちょっと主要なものだけ本には載せて、あとはもう私のブログで全部、はい、まリンク付きで載せますので、<あれ> <laughs> も,うもうとにかくね、まあ、まあ、辞書代わりといえば辞書代わりやと思うし、 で個別のフルーツについてかとにかくかゆいところに手が届くっていうのととにかく手元に置いいきた本よくなんか本屋さんに行って、まあ、立ち読みしたらいいやんみたいな本じゃなくて、うん、あるいは図書館でちょっとねまあちょっとちょこっと書いて読んだらいいやんみたいな感じじゃなくてこれはちょっと家に置いとかなあかんよねみたいな本にしたかった。うん <laughs> はい、だからもう情報もりもり他ではなかなかわからんようなここでしかわからん情報満載ですようんちらっと見た感じだとドスの少ない切り方食べ方っていうのは多分初めて見ますねあ,あもう大そんなことを書いてる本は僕見たことがないです <laughs> 見たことないですなんか綺麗なカットの仕方みたいな本はあるんですよ ね、そんな動画も結構あるんですよ。はい、でもロスの少ない切り方みたいなのはないですね。もうこれは僕のオリジナルばっかりやもん。これい,僕いかにさ皮も食べるし、で <laughs> いかになんかロスを減らすかみたいなことをめちゃくちゃ考えてるから、うんうん、フルーツって結構、量多いんですよ、はい、でとにかくまあフルーツの、まあ、いろんな情報が。 はびこってるんやけど、世の中の医者さんがようが、栄養士さんがようが、もう大抵とは言わんけど。もう間違えてる人がめちゃめちゃ多い。そうなんですね。めちゃくちゃ多い。この間も、皆さん教えてくれたけど、ある健康番組で。まフルーツの加糖が多いから。ふうふうになるから。注意しましょうってきのこと書いてたよ。フルーツ本当加糖多いのみたいな話ない。まず、その、そこから間違えてるからね。 で僕としてはそのフルーツの業界の方生産者さんとか、うん、あとは j m のような農業団体の職員の方とかあと成果市場、はい、成果漏洲市場の職員の方とかどもしろ果物屋さんとかヤ部屋さんとか、はい、あとは輸入会社さんとか、はい、そういう、まあ、フルーツのあれはカッティングの先生とかさフルーツをまあ仕事としてされてる方が一つ対象ね。はいはい あとはそのお医者さんとか栄養士さんとかまあ看護師さんとかその医療関係者の方にとってのそのフルーツのまあ使いやすい本そういう方々ってやっぱり患者さんとかいたりして影響力あるやんかあるいはテレビで発言されたらしたらすごい影響力あるやんでテレビでこの間の番組もそうだけど多分お医者さんが干渉してるんよでもそのお医者さんはフルーツのことはごめんなさい素人なのよ そんなな学ぶ機会はないから、うん、だから間違えたこと思い込みで、うん、まあ書いちゃうって言っちゃったり好きにままさかそのテレビ関係者の方もおじさんがフルーツのことをど素人やっていうことを知らないのよ、うんか間違えたまんま放送されると、うん、はい、はい、だからやっぱりきちっとしたおじさんとかもレオさんとかもちょっと参考になる本きちっとした本を 出したたいってずーっと思っててずと思んですね、はい、であとかつもう一個はもちろんそのフルーツに関心の高い消費者の方。私みたいな人です、ね、そうですね <laughs> つまり業界の方で医療関係者で消費者それぞれなんかそのおじさんとかやったらその自分の専門分野に関してはめちゃめちゃ,めちゃ専門知識持ってるし。 美容師さんもそうやし業界の方は業界の方でそれぞれ専門知識持ってるやん、うん、みんな知識のレベルが違うわけですよそれのジャンルが違うというかさ、うん、そはまず全然違う対象の方々にもうみんな納得してもらえる、うん、それめっちゃ難しいんよお医者さんとかだけやったら専門用語を使いまくった方がお医者さんには分かりやすかったりする説明もしやすい、うんうん、けど それ,を使そればっかり使ってると一般の方とか業界の方が、まあ、新聞幹部になってしまうから、うん、でその業界の方の専門用語ばっかり使うと一般の方もおじさんとかも分からへんしみたいになってしまうし、はい、<laughs> だからまあ,あ誰でもある程度分かるようにしてなあかんしでも情報みんながあこれは必要だよねって思ってもらえる本にする必要があって、はい、本当はターゲットを分けた方がいいけどあえてそれをもう3社が。 みんなが満足できるようなものにしたいっていうのが僕の最初のコンセプトやったよね。はい、うん、であと基本的にこの本にはあの品種、うん、だからいちごやったらこんな品種がたくさんこんなありますこの品種もありますこの品種もありますみたいなよくテレビで僕が聞かれるようなおすすめの品種はどうですかみたいなのを、はい、例えば何種類も紹介はしてないんですよ。もうせいぜい2種類か4種類ぐらいしか紹介してなくて。はい まあ,あくめその一個一個のフルーツの深掘りをしててそのフルーツの話をするのにまあ採点必要な品種の説明をしてるっていうぐらいでだから品種の図鑑みたいなものではないんですよねフルーツの図鑑みたいそれは他の本見てもらったらいいと思ってるし、はい、まあ僕よりもそういうの詳しい方いると思ってるので、うん、とにかくその私でなきゃ書けない本にしたかったか世の中には絶対ない 僕がこんだけ、まあ、調べてきた、僕のこの経験と、僕がこんだけ調べてきたことをもとにした本にしたかったんで、それをもうぎゅっと128ページの中に盛り込んだ本ですね。だから、まあ、超自信作。<laughs> 14年間、フルーツだけを食べ続けた人が。フルーツだけしか、フルーツに <laughs> 果実、ほぼ果実だけを食べ続けた僕が書いた本ですね。はい、すね誰よりもフルーツに関してアンテナ張ってきたし。はい 例えば買い方とかさめちゃめちゃはい、はい、誰よりも失敗してきたわけで <laughs> スーパーで細野買うから <laughs>、はい、スーパーってさ、まあ、鮮度がいいとは限らないわけですよ<ー>農家さん直で買えば鮮度がいいことが多いけどやっぱりねスーパーだとアイデンステカ市場とかね自営、JA、とかいろいろ入ってるからどうしても鮮度が落ちたりするんですね、うん うん、その中で店頭に並んでる中でどれを一番選んだらいいかみたいなそういう目利き術は多分僕一番たけてると思ってるん,よん誰よりも失敗してきたから目利きポイントはほ本当知りたいですそうそうそういうのもめっちゃくち集書いてます、うん、で次の動画で、はい、その目次を実際に見ていきながら本の中身についてお話をしていきたいなと思います、はいはい、あ楽しみです